キサラギの夜の取材や。あいつ生意気やろ。あいつ取材先の相手によって態度変えて喋れんからな。それで何度も無駄足になった取材あんねん。乾杯。何に乾杯？間宮さんの出世に乾杯。やめろ。怖がらなくていいよ。俺は毎晩君を抱いている男の一人になるつもりはない。あと3往復したら抱かれてやるよ。あなたは何もノエルのこと分かっちゃいません。あの夜の続きがしたくてさ。あの編集者の男のことが好きなんでしょ。あんたにノエルは絶対渡さない。お前が言ったんだろ。僕は約束を信じない。守ってこそ俺とお前の関係があった。これでよかったの。